今日もポカポカしてあったかいな。でも今日も暇だな。誰にも誘われないや。こんなポカポカした日はみんなと一緒に遊びに行きたいな。みんな公園に行って遊んだりする？みんなゲームしてるのかな？みんなとゲームする楽しいよね。みんなとゲームするのが好きな人はチャンネル登録高評価よろしく。みんな押してね。ポチ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 。にしても暇だな。誰もいないしな。どうしよう。よくよく考えてみたら、俺って友達何人いるのかな。誰かから誘われないかな。ここら辺で待ってよっかな。ぐるぐるしてたらきっと誰か誘ってくるよね。よーし、公園ここら辺ぐるぐるしてよーっと。あー、今日はバイト暇だしな。何しよっかな。あ、ひのこちゃんから LINE 来てる。あおいちゃん、今日暇？電動ゲームこれからしよう。プッチーもいるよ。だって。人狼ゲームやりたいやりたい。今すぐ行くよっと。よし、そうと決まれば早速ひなこちゃんたちのところに行こうっと。さーて、今日は誰が人狼なのかな。ふん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 。あ、葵ちゃん。あれ、バイバイ。おい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 、待って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 。え、なんでなんでなんで俺の顔見てさ向こう行くの。え、なんもないよ。暇そうだね。いやいやいや、なんもないことないでしょ。だってなんか鼻歌歌いながらさ出てきたよね、家から。うん、今から出かけるんだよ。じゃあね。待って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 、葵ちゃん待ってよ。何、しつこいな。俺がどんな風に見える？え、暇そうに見える。じゃあね。そう、待って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 。そうなの、暇なの。なんか噴水の水でも飲んどけば。やだ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 。どこ行くの？どこにも行かないよ。嘘だ、絶対嘘だ。だってありえないもん。だバイト行く雰囲気じゃないしさ。コンビニだよ、コンビニ。コンビニ？コンビニこっちじゃないよ、葵ちゃん。遠回りしようと思っただけだよ。嘘だ、絶対嘘だ。どっか遊びに行くんでしょ。うるさいな、もう来ないでよ。やだやだやだ。だってさ、だって暇なんだよ、幼馴染が。青は暇じゃないもん。やだやだ、教えて。ちょっとヒント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 。ヒント？ヒント教えて。これからすっごくすっごくすっごく楽しいところに行くんだよ。いいの？じゃあ教えたからバイバーイ。待って待ってよ、俺もついていっちゃダメなの？だってしんちゃん呼ばれてないもん。呼ばれてない？誰かが誘われたってこと？あ、やべ、行っちゃった。あ、待ってよ待って、葵ちゃん。誰から誘われたの？ひなこちゃんと、これかな。うん、人狼ゲームしに行くんだ。プッチーもいるって。やったー。じゃあね。なんでなんで？しんちゃん誘われてないもん。なんでプッチーとお嬢は俺の友達だよ。誘われた？待って、 LINE 確認する。待てよ、通知ゼロ。あれ、誘われてないね。ねえねえ、お願いお願い、そこをどうにか。ねえ、俺も行きたいよ。しんちゃんだってさ、誘われてないのにひなこちゃんたちに。だってなんて説明するんだよ、もうやだよ。だって俺人狼ゲームめっちゃ強いじゃん。強くないだろお前、勝ったことねえだろ。なんでだよ。頑張る頑張る頑張るから。仕方ないな。本当に？じゃあひなこちゃんに LINE しなよ。わかった。じゃあお嬢に俺も行っていいかい、送信。ピロリン、来た。お嬢から返信が。できた。じゃあね。待って待って待って、じゃあもう一回もう一回送ってみる。お嬢お願いします。あ、来た、返信早い。仕方ってきた。じゃあ仕方ないから行こう、しんちゃん。やったー、行こう、おいちゃん。人狼ゲームしよう、イエーイ。仕方ないなー。やったー、人狼ゲームだー。ルール説明。ゲームがスタートすると3つの役職が振り分けられる。村人、探偵、殺人鬼。村人と探偵は殺人鬼を倒すと勝利する。金銀ゴッドを10個集めることによって一発のみ撃てる弓矢が入手できる。
探偵は最初から弓矢を所持している。探偵の弓矢は無限に撃てる。死ぬとその弓矢をその場に落としてしまうが、村人が拾うことによって使えるようになる。殺人鬼は村人、探偵を全員倒せば勝利。殺人鬼は最初から剣を所持していて、その剣は投げることもできる。コインを集めれば弓矢も使えるようになる。お腹すいたなぁ、ご飯食べたいなぁ。お腹すいたなぁ。葵ちゃん、なんか出して。ベレベレッドゥー、探偵。あれ、探偵俺なんだけど。え、嘘つくな、お前。あれ、青が探偵です。え、みんな、俺も探偵なんだけど。え、探偵なんだけど、みんな。え、私も探偵なんだけど。俺探偵だよ。探偵で俺も。え、誰が嘘ついてんの。え、嘘ついてん、誰。やばい。は、お、誰だよ、絶対。お前、そんな毛利心いらねえよ。おい、誰だよ、探偵。本物探偵誰。本物探偵誰って言ってる時点で、お前自分じゃねえじゃん。これで、おいちゃんとチングさんのせいはなくなったな。皆さん集まってください。探偵裁判します。探偵裁判ってなんだよ。探偵裁判って何。焚き火の前に集まるクリスマスツリーがあるとこ。はいはいはい、はい、探偵裁判ね。いいよいいよ。何回何回。1回1回のクリスマスツリーとか。はい、早く。あいつが、あいつ怪しいね。遅いから。違う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 。あいつじゃね。2階にいたんだ。今2階に来た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 。じゃあ探偵裁判しよう。探偵裁判始めようよ。はい、探偵だと思う人。はい。本物の探偵だったら弓持ってると思います。そうだよ。じゃあ葵ちゃん弓出せる。じゃあ出せる弓。はい。ないじゃん。はい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 。いや、まあまあまあ。みんなは。じゃあ俺も出すよ。シンルさん、シンルさん出してるじゃん。いくよ。はい。あー、持ってるかな。おー、持ってるね。弓だろ。え、でプッチちゃんは。プチ、プチは。ヤマちゃんは。あ、俺、うん、はい。あ、持ってるね。持ってるね。はい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 。ひなこちゃんは。お嬢は。はい。おー、持ってるでしょ、ほら。おー、持ってる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 。しれー。あー、バカ。おい、もう何してんだよ。ふざけんなよ。やだ、もうよいしょ。もうね、しんどいさんがひなこちゃんの隣にいるからいけないんだよ。ふざけんなよ。いつも一つ。おい、墓だ。何そのマヌケ、マヌケだった。おい、おい、どっかで。名前被ってんじゃねえぞ。え？え？お？すごい。大盛り狩りできる。え？え？え？誰か死んだよ。え？お嬢。誰探偵？え？え？シードリさんじゃん絶対。違う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 。ほら、お嬢いたもん。お嬢、お嬢見てたよ。俺見てたよ。行くよ。お嬢行くよ。俺も行くよ。うん。行くよ。行きます。ああ。え？え？え？え、待って、俺もやりたい、俺もやりたい。どこ何回。弓拾って弓。どこ何回。え、さっきプチいたじゃん。通り過ぎた。通り過ぎ、通り過ぎたじゃん。戻ってきて、さっき戻っの来た道で。そうそう、戻って戻って戻って。え、なんか死んでんだけど。え、これなんで死んでんのこれ。それ拾って。拾って、うん、拾って拾って取るやつ。もう拾えんねえ。あ、いいや、葵ちゃんそれ拾って。葵ちゃん、葵ちゃん拾ってこれ。拾って、そう、後ろのコウモリ撃って。コウモリ撃って。うん。コウモリ、コウモリ。でねー、おらー。新発見、新発見なんだか。自分に帰ってくるのかこれ。帰ってきた、びっくりした。とてーよしよしよし、市民です。オッケー。 お嬢が市民なのが一番安心するわ。よしよし、任して。俺お嬢、俺が守ってあげるから。守かして。え、誰だっけ探偵。んこのバカ。俺だよ、俺だよ、任して。あ、お前か。は、ふざけんなよお前。出番早すぎだろ。来るな来い、来るな来い。お前5秒じゃん。お前ちゃん、なんかシンドルさん目の前でいなくなっちゃった。どこ行ったんだろう。いやいや、お前いただろ、目の前に。ね、どこに行ったんだろうね。シンドルさん、なんかワープしちゃった。どうしちゃったんだろう。いないことになってる、いないことになってる俺が。あ、ね、プッチプッチ、シンドルさん見た。いや、なんかね、シンドルさんたまに行方不明になるから。いただろさっきまで。誰が。あああああ、はい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 。あ、バカだ。あ、ナイス、葵ちゃんよくやったね。やってない、やってない。探偵市民だよ。はい、なんかします。
はい、市民権、市民権、市民権、権権権権、レッツゴー。プッシャー、あの人じゃないからまず人権持ってないもん。お前誰が怪獣やお前、おい誰が怪獣や。モンスターみたいな顔してる、まあ、確かにモンスターやもんね。え、モンスターってことはイコール、うん、嵐ってこと。モンスターの嵐ってこと。うるせえから殺すわこいつ。殺しいよ、殺しいよ、殺しいよ。言ってお前、あお前、あおいちゃん、おいちゃん、おいちゃん、もうバラすな。いやもうみんな知ってるからお前。知ってるだろ。おいちゃんどこだ、青いのどこだ、青いのどこだ。探偵から殺すかうざいから。どこだ、あの赤いの。おい来い、青いのどこだ。ドラえもんどこ、ドラえもん。あ、いた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 。あ、でもでもドラえもん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、怖い。怖いじゃないよ、お嬢。ひなこちゃん、お嬢。ちょっとたまたま行くよ、これ、これね。赤いもん。てれれれってて、謎のポーション飲みます。はい、は遅くなったんだけど、足。おい、ふざけんな。おい、なんだよそれ。お、探偵だ。お、俺も市民だ。誰殺してほしい。え、ひなこ。ちょ、自分で知れよ。あ、じゃああれ入ろうぜ、みんな。あのタイムカプセル、タイムカプセル入ろう。あ、タイムカプセル入ろう。タイムカプセルじゃないだろ、あれ。あ、タイムカプセル。審判の部屋、審判の部屋。審判の部屋、審判、審判じゃねえよ。誰が審判で、お前だろ、審判。お前、ぶっ殺すぞ、お前、今。ごめん、ごめん、嘘、嘘、審判の部屋入ろう、審判の部屋、みんなで。あれは、これらのドアから一つで入ることができます。でも、もしかしたらトラップがあるかもしれません。じゃあ、俺、高校。じゃあ、真ん中にしよっかな。せーので入ろう。せーので入ろう。じゃあ、ここね。はい、うん、はい、入ったよ、入ったよ。お、え、お、お、葵ちゃんだけ死んだよ。外れです。正しいドアだったからゴールドもらった。もう一回入ろう、ゴールドもらえるから。もう一回もらえる、ゴールド。これ中もらえるんじゃね。よしよし、よし、ここ入ろう。じゃあ俺真ん中行こう。行くよ、うん。どうだ。あ、はぁバーカ、あいつら押し合うの。マジ？終わった？え、終わったよ。え、みんな落ちたの？うん。いや、葵ちゃん生きてる。生きてる。え、なんで葵ちゃん生きてる？葵ちゃん？え、誰が？闇どこ？え、誰誰誰誰誰誰誰？葵ちゃん生きてるよ。生きて、生きてない。え、誰が人狼？え？え、しんちゃんじゃないの？え、俺闇持ってるよ。お前、剣持ってない、もう最近知ってるもん。いや、持ってない、持ってないって。なんでよ、持ってる。いや、持ってるかい。頑張ろうね、しんどいさん。おい、だから俺じゃないって。俺じゃないから。こんな顔に見えてんの。俺もイケメンじゃないだろ。もう誰が。リアルなしんどいさんだよ、ほら。いや、どっちかというとイケメンだろ、俺の顔。何言ってんだよ、うぬぼれんだよ、お前。うぬぼれんだ、お前。やだな、このグループ。俺もう休もうかな。豚箱に入れるぞ。誰が豚箱や、捕まってねえよ。なんかひなこちゃん怖いんだけど。なんか動かないよ、ひなこちゃん。え、ひなこちゃん、ええ、何してるのお前。あ、なんでいるのここに。いや、なんで動かないんでここに立ってるんだろうって思って。あ、ジュピ、よいしょー。なんでだよ、なんで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 、ね、なんで。やめろって、お前同じことすんなって。え、なに、お嬢、お嬢、見て、もうお嬢まだ見つかってないの。お嬢見つかってないの、俺たち。え、だから違うんですよ、もう俺とお嬢死んでますよ。え、え、ひなこちゃんに殺された、俺。ってことは、え、ってことは、さようなら俺たち。あーね、気づけよ、お前叫んだんだから。市民、あいつ、俺隠れよう、この辺に。俺も今回隠れよう。俺、市民、市民絶対狙われるもん、俺。え、じゃあひなこと隠れんぼしよう。あ、てことは、てことは、ジャンボ、てことは、1、2、3、やばい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 、5、6、もういいかい。まだまだだよ。8、9、10、もういいかい。いいよ、いいよ、いいの、本当に本当にいいの。いいよ、いいよ、いいいいよ、いいよ。シドさん、はい、探し行きます。はーい、はーい。やばい、お嬢が来る。バレへん、よーし。バレへん、バレへん、大丈夫、大丈夫。バレへん、バレへん、バレへん、大丈夫、全然余裕、全然余裕。意外とバレへん、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 意外とバレへんな、これ。ひなこちゃん、あれだよ、しんちゃん、屋台の方に行って。あ、ふざけんな、お前。おーい、いない、いない、いません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 、いたよ。どこだ。屋台の方にいたよ、しんちゃん。動いちゃダメだからね。
動いてないよ。動いちゃダメだから。動いてないよ。どこだ？あ、一人見っけ。バカだな。なんで葵ちゃんが先死ぬんだよ。なんでだよ。シンドンさんいないんだけど。風で飛ばされちゃったんじゃないかな。まあ、シンちゃん屋台じゃないんだ、いる場所。いや、まあ、風になるようなところにいるよ。風になるようなところに。まあ、俺も全然平気かな。まあ、あの電車ポッポのとこだけど。まあ、まあ、俺もね、電車ポッポのとこだけど。なんかさ、しんちゃんとさ、ぶっちゃん同じようなとこにいんだけど。お前、バックンじゃねえぞ、お前。バックンじゃねえよ。電車ポッポー。パッポーパッポーあ、ポッポーあ、モノレール、になりますか？はい、乗ります。あ、じゃあ、1ゴールドになりますので、こちらにお支払いください。はーい。はい、あ、行っちゃった。行っちゃった。行っちゃったな。本当に行っちゃったんだ。行っちゃった。本当に話行っちゃったよ。ポッポーポッポーポッポー。はい、次は全然バレないんだけど。あ、ポッポーポッポー。俺やんけ。バカだな、お前。俺やんけ。ポッポー。あー、もうバカか、お前。市民探偵だよ。よけてね。探偵だよ。市民だよ、ほら。誰が鬼？言わないよ。言わないだろ。言わないんかい。探偵は？探偵俺だって。だから、あ、ピッチか。一番嘘くさいんだよな。だから探偵は探偵だよ。待って、いきなりさ、そんな黙ってガチっぽくしないでよ、みんな。びっくりするんだけど。これ何のボタンなんだろう。これ骸骨のとこにボタンあるんだけど。骸骨？何これ。はい、骸骨になれるんじゃない？真っ暗になった。真っ暗になった。やばい、何も見えない。死んだんじゃない？え、この距離見えなくなっちゃう。え、何？何やってんの？骸骨の呪いだ、骸骨の呪い。骸骨の呪い？あ、そこか、骸骨。あ、俺も行ってみたい。見えなくなった。あー！え？もう、あいつやってるわ。落とし穴に引っかかった。あいつやってるわ。ジロ誰？え、で、誰だよ。誰だよ、ジロ。ひなこちゃんじゃない？え、どっち、ひなこちゃんなんで喋れないの？え、誰？あ、また！あー！なんで？どういうことプッチー！ひなこちゃん逃げろ！待って、ひなこはでもね、異世界に行けるチャンスを見つけたの。え？どういうこと？異世界？どうやって行くの？いや、私だけが行ってやる。きっと、この下のここのところにうまく入ったらエンドに行けるはずなんだ。おい行くぞ。行くぞじゃないよ。うまく入れた。おーじゃー。あれ、はい、なこで、ちょっと普通に、うん、知ってた。はい、ということで気を取り出してやっていきましょう。シンドゥさんがこんな姿に。どうした、その目飾り。シンドゥさんが変な姿になっちゃったね。うん、違うね。俺シンドゥさん全然違う。ただの看板やから。シミン、早くお腹すいた。俺もお腹すいた。お腹すいたじゃないんだよ。なんかさ、お腹すきすぎてお腹痛くなってきたよね。ひなこも。うん、いいからやる。誰だよ、人狼。いや、言わないだよ。あ、そうか、言わないのか。あー、なんだろう、本当に。誰、ひなこちゃん。え、わかんない、誰。今、おいちゃん俺の目の前にいるから、ひなこちゃんじゃない。ひなこちゃんじゃん。え、待って、私本当にわかんない、何？え、わかんなかった、俺今死んだの？え、でも青っぽかった、最後見たの。え？え？いや、おばちゃん目の前にいるよ。髪の毛青っぽかった。え？いや、プッチーの目の前にいたから青じゃないって。いや、でもね、いや目の前っていうか、普通にあの建物で見えなかったから、いや、葵ちゃんの気がしてきた。え、待って、危ない。葵ちゃんだよ、葵ちゃんだよ。絶対葵ちゃんだよ。絶対葵ちゃんじゃん。痛い。待って、登るとこない。登るとこない。やばい、それやばい。登らない、やばいって。え、プッチ、後ろやばい、後ろやばい。やばい、来てる、葵ちゃん来てる。あー、あ、いやー。お嬢かよ。1位取ってるぜ。また探偵だ。市民、そろそろ本気出すか。そうだね、しんちゃん、人狼です。そろそろ本気出そうかな。人狼じゃないんだよな。ちょっとどうしよう。隠れとこう、ここに。俺も今回ちょっと何も持ってないし、隠れとこう。え、じゃあひなこも隠れよっかな、怖いんだけど。じゃあ俺も隠れとこうと。おい、誰が探すんだよ。俺がもう次見つけたやつを殺す。お前じゃん。最初に見つけたやつを殺す。だから探偵やってたから、探偵。誰が見つかるんだろう。誰だ。見つからなかった今。見つからなかったんだけど今。プッチ見逃してくれたのかな。プッチ探偵だもんね。あ、やば。やばい。待って。
プッチ待って、いや、ごごご謝る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 。最後に言い残すことは、ああ言わせろよ。よしよしよし。ヨモちゃん、ヨモちゃん、なんで意味取らないのそれ。ヒー、夢に行っちゃった。あー、ヨモちゃんだ。えおっちゃーん、ほいほい、あーあよーし、よしよしよし、予告しとく、次多分ね、葵ちゃん、まあ、葵ちゃんっぽいよな、確かに。そうだったらいいね。え、シミ、みんな最後ちょっと真面目にちょっと勝負しようよ。いいよ、じゃあひなこは探偵ね。ひなこちゃん探偵だったっけ。そうだよ。オッケー、じゃあ人狼やって。どういうこと、どういうこと。人狼、人狼意味が、あ、そういうことね、人狼見つけようってことね。人狼やってってそういうことね。人狼担当しろってことじゃない。びっくりした、演劇始まるのかと思った今。びっくりした、びっくりした。違う違う違う、よーし殺してやる。え、葵ちゃん、葵ちゃんさっき俺の後ろいたのに。え、じゃあシンドルさんじゃないの。違う違う違う、俺じゃないって。え、あいつじゃん、プチプチだ、王女助けて。違う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 、絶対シンドルさんだって絶対。え、違う、シンドルさんだ、助けて王女。え、どこにいんの。待って、気をつけ気をつけ、マジでシンドルさんだ。下下下下、マジで誰か分かんなかったんだけど、誰今の。いや、俺だって、俺葵ちゃん見てないよ。俺、お嬢、絶対プチだって。で、ね、絶対シンドルさんだってマジで。で、ね、あ、プチいた。じゃあシンドルさんあっち行った、シンドルさんあっち行った、シンドルさんあっちね、オッケー、任せて。あ、痛い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 。ブッチーと、あ、葵ちゃんここで死んでる、葵ちゃんここで死んでる。ブッチーとここに一緒にいて、俺が結局生きてたら俺のせいじゃないってことよね。あ、じゃあこれ俺がシリウスを撃てってこと。違う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 、それで撃って、うん、分かるんじゃない。ああ、そういうことね。いくよ。そういうこと。うん、ああ、やってんわこいつ。おーい、もう最悪。パカラパカラパカラ。